本日は千鳥ヶ淵公園にやってきました。竜の群像、初めて来た時暗かったから何も見えなかったけど、もう真っ黒い男性3人組がいますよね。これを全く知らずに近くにある別の公園をこの千鳥ヶ淵公園だと思って見ていたら、なんかね、マッチ棒を長くしたみたいな真っ黒い幽霊さんを3人見て、なんだこれって思ってたら、その公園が違くて、で、あ、こっちが千鳥ヶ淵公園じゃん、正しいのはこっちだって思って来たら、いきなりこれを見て、さっき見たマッチ棒のような黒い幽霊さん3人でこれなんじゃないかっていうことがありました。虫がいっぱいいる。街灯がそんなにないんですよね。車通りは激しいところにあるんですけど、虫がいっぱいいる。で、まあ皇居が近いっていうことでお堀っぽいのが見えます。こっちへ行ってみよう。今なんかサミットがあるとかで警察官もパトロールが激しいらしい。石碑がいっぱい。メキシコから日本に送られたやつだって。おしゃれ。ここにも石碑。めっちゃ虫いる。やっぱ緑多いからなのかな。案内図。虫見える？見えないか。そんなことより綺麗。見ての通り街灯あんまりないです。ここにやっと1本あった。反対側まで来てしまいましたね。ちなみに私が千鳥ヶ淵公園と間違えたとこはここです。千鳥ヶ淵公園はそこです。斜めでした。間違えてしまった。ではこっちでも幽霊さん見たので紹介します。この辺ですね。この辺で黒いマッチ棒を大きくしたような男性3人組の幽霊さん見ました。なので千鳥ヶ淵公園とここの公園はセットで行くべきなんじゃないかなと勝手に思ってます。公園自体はここまでで、かなり、まあ、千鳥ヶ淵公園と比べても小さめになってます。これちょっと謎なんだよな。昔のなんかかなって思うんだけど説明がない。いいない説明が。というわけで千鳥ヶ淵公園戻ってきました。夜この3人見るととてもびっくりすると思うので、ぜひ夜来てみてください。